10月に大阪で開かれた空手の全国大会で、延伸会館今治南道場の選手が準優勝に輝きました。武道場で汗を流すのは、国際空手道延伸会館今治南道場の生徒たちです。今治南道場は、延伸空手の世界大会でチャンピオンになった滝本龍二さんが代表を務める道場で、現在3歳から40歳代までの21人が週に2回、立花中学校の武道場で延伸空手の練習に励んでいます。この日も午後7時30分から滝本さんの指導のもと、厳しい稽古が行われました。延伸会館は、愛媛県八幡浜市出身の空手家、二宮上皇が1988年に設立した実践形式の空手の流派です。相手の攻撃をさばき、相手の死角や有利なポジションに移動してカウンターを繰り出すことが延伸空手の特徴で、空手には珍しく、つかみ投げをすることも認められています。延伸空手の試合は、ノックアウト、もしくはポイントの獲得数で勝敗を決します。小中学生の部までは、ヘッドギアやサポーターといったガードの装着が認められますが、一般の部になると、防具を装着せずに試合を行うため、迫力のある戦いが展開されます。延伸会館では、さばくというテクニックに重点を置いていて、さばきチャレンジと題した延伸空手の世界大会を4月に、全国大会を10月に開いています。そのうち、今年10月に大阪で開かれたさばきチャレンジ全日本大会で、今治南道場から2人の選手が準優勝に輝きました。近見小学校6年、菅裕太君と代表の滝本さんの妻、彩花さんです。大阪で開かれた全国大会に出場した2人は、この大会で決勝戦まで進出。決勝戦では惜しくも敗れはしたものの、準優勝の快挙を達成しました。菅裕太君は3年前、格闘技をしていた父、博之さんの影響で空手に興味を持ち、それから父と一緒に道場に通っています。得意技は上段回し蹴り。九州大会などで準優勝を収める今治南道場の若きエースです。優勝はできなかったけど、準優勝できて嬉しかった。強くなりたいと思って始めました。相手に打撃でポイントを取られても投げがあるので逆転ができる。先生みたいに世界チャンピオンになりたいです。25歳の滝本彩花さんは、22歳の時に龍二さんの試合を見て興味を持ち、稽古を始めるとそこから才能が開花。入門からわずか3年で、九州大会、関西大会、関東大会を優勝と輝かしい実績を持ちます。またプライベートでは一児の母で、自営業を営む夫、龍二さんを支えています。優勝できなかったんですけど、まあ、全国で2位になれたことを、すごい誇りには思っています。女の人がやっぱりどうしても少ないので、これをきっかけに女の子増えてほしいですね。どんどん、なんていうんですかね、女の人でもできるよっていうのを私自身がアピールしていきたいなと思っています。
アメリカの総本部のデンバーに行って滝本先生のように世界チャンピオンになることが目標です。やっぱもう2人とも本当負けず嫌いと言いますか、もともとそうでもなかったんですけど、やっぱ練習してるうちにその気持ちも強くなって、はい、やっぱ打撃にこだわる。あの僕たちやってるのは捌きって言ってこう掴みがあるんですけど、掴みも投げもあってちょっと柔道が混じったような感じなんですけど、はい、もうそういう技術もあるんですけど、やっぱり、はい、打撃にこだわって、はい、いい攻撃ができているかなと、はい、思います。やっぱり捌きっていうその相手の攻撃をいなしてあの返すという、はい、逆転があるっていう、この僕の年でもやっぱできるんだなっていうのがありまして、はい、捌きの技術っていうのが僕は遠心会館のいいところだと思います。国際空手道遠心会館今治南道場では体験も受け付けていて、お問い合わせはご覧のところです。